安永学は、岡山県倉敷市出身の朝鮮籍の元、プロサッカー選手、サッカー指導者、元北朝鮮代表選手、既婚。一般的な朝鮮語の金転写法に従った場合、名前のナ表記は、安四拍となるが、J リーグにおいては、2002年から2005年までは、安四派、海外遺跡を挟んで2010年以降は、安四派の表記で、 選手登録がされている。倉敷市の出身。在日朝鮮人3世であり、祖父は韓国全羅南道高用出身。東京朝鮮中高級学校高級部に在学していたが、J リーグにおいて外国籍扱いしない選手認定を受けるために一条校、卒業資格が必要だったので、立証大学進学を選択。 在学中に一年先輩にあたる新井健二をチェックしていたアルビレックス新潟のスタッフに見出され、2002年に新潟に入団。新潟ではミッドフィルダーとして活躍し、2003年の j に優勝、J1 昇格に貢献した。昇格後の2004年もチームの主力選手としてプレーし、2005年から名古屋グランパス8へ移籍した。2006年、韓国。 K リーグの富山アイパークへ完全一席。選手として挑戦席のままで K リーグでプレーをするのは異例のことであった。2007年9月22日、リーグの退場な日和戦で相手 DF と接触した際、アンの下腹部に相手の肘が直撃し、腎臓の1、3を損傷する怪我で戦線を離れる。復帰した直後、2008年シーズンからアン・テイカンとの トレードで、スイバラサムスンブルーウィングスへの移籍が決定。しかし、スイバラの車ハンコン監督の守備構想から外れたため、わずか9試合と出場機会に恵まれなかった。チームはリーグ優勝を果たすが、アン自身には不本意なシーズンとなった。シーズン終了後に、水原対談が発表され、韓国を離れることが決定していたが、最終段階で、 車監督が遺跡に難色を示した結果、2009年シーズンは水原残留となった。しかし、このシーズンも出番には恵まれず、14試合の出場に終わった。2010年シーズン、2010フィーファワールドカップを6月に控え、試合に出られる環境に身を置くため、大宮アルディージャに移籍し、5年ぶりに J リーグに復帰。開幕からレギュラーとして出場していたが、 シーズン途中に、超外流に代わって、監督に就任した鈴木敦氏には評価されず、W 杯による中断明けからシーズン後半戦にかけてはほとんど出場機会がなかった。2011年より、柏レイソルに完全一席。2012シーズン終了後に退団した。2013年は所属チームがなく、フットサルを経て、2014年に横浜 FC へ加入した。 背番号は、柏レイソルでつけていた番号と同じ17。2017年3月17日、現役を引退することが報じられた。2018年5月に開催されるコンレファワールドフットボールカップに出場するユナイテッド、コリアンズ・イン・ジャパンの選手権監督として参加すると報じられた。朝鮮民主主義人民共和国代表としては、2002年の対韓国戦でデビュー。 2006FIFA ワールドカップアジア予選では各種メディアによる北朝鮮代表チームに対する取材が増える中注目を集めたその後も代表に選出され 2010FIFA ワールドカップアジア予選で再び北朝鮮代表の中心選手の一人として招集された 2010FIFA ワールドカップ本大会でもチームの主力として出場しグループリーグ3試合に フル出場し、3試合の早々高距離は36.22キロメートルでグループリーグに出場した全ての国の選手の中でも最長であった。新潟時代は主に中盤の底やセンターバックなどでプレー。その後の名古屋や富山、水原では中盤の底でプレーしていた。北朝鮮代表でも3バックのボランチとしてプレーすることが多かった。その他の公式戦。 ありがとうございます。